高雄市。高雄市、カオション市、高雄市は台湾南部に位置する南台湾最大の都市で、台湾第3の都市である。17世紀に、濁、台湾語、ティーカを、ターカウという小さな村から発展し、都市へと成長した。ターカウとは、平保族マカタウ族の集落ターカウ社の名称に由来し、そのマカタウ族の言語で、竹林を意味する言葉であった。1624年にオランダは、この場所に砦を築いたが、1661年に、帝政公によって駆逐され、1664年に万年衆、1万年衆が設置された。1684年清の統治が開始され、台湾府の一部として、大鳥山形が設けられ県地が、交流層、現在の左営に設けられた。1858年の天津条約で清は、台湾島に複数の開港地を設けることを約束させられ、その一つである濁港は1864年に開港し、以後外国貿易で栄え始めた。1895年に下関条約により、台湾が日本に割譲されると、日本は海軍の南方方面での補給港を確保すべく、濁開発を進めた。地名に関しては1920年9月の地方制度実施で、濁という文字が卑俗であるとし、またそれまで台湾人にとって一体の地名と考えられていた、タミオ、旧、ダネコとの釣り合いも考慮し、台湾総督府により濁と発音の近い内地の名所でモル高雄に改称され、高雄州に帰属するようになった。1924年には高雄郡が廃止され、高雄街は高雄市に昇格し、高雄州に直属した。1945年、日本の降伏により台湾は中華民国が接収することになり、高雄市は省轄市とされ、台湾省に帰属した。1979年7月1日、行政院は高雄市を直轄市に昇格させることを決定、全鎮区に隣接する高雄県小湊里を統合した。2010年12月25日には高雄県を合併し、市としては最も広い直轄市となった。市周辺に重工業地帯が広がり大気汚染が社会問題となっている。また外省人の多い台北に対して本省人の多い高雄は野党的色彩や台湾人としてのアイデンティティへの思考が強く、後に有名になった1979年12月の高雄事件、美麗島事件なども発生している。この政治的経緯もあり民主進歩党など、反緑連盟の勢力の地盤ともなっている。高雄は、寿山というテーブル状の大きな台地、標高200メートルのふもとに位置する港である。海からの目当てになる山と、ハタツという名の砂州に保護された方は、古くから良港として知られていた。日本統治が始まる以前から日本統治期間にかけての市街地は、愛が、日本統治時代の高雄側の西側、寿山山麓に位置していたが、戦後に市街地は真名川の東部に拡大、高雄駅や市の中心も愛河東部に移転した。中心部は南から北へ、一神寺、二松路、三田路、四路、五福路、国路、七賢寺、八徳路、九女寺、十善寺と数字を頭にした名前の東西方向の道がある。それらの道路規模は同一のものでなく、また正確に東西方向を連絡しているわけではなく、またその間に中正四十字や民生一路などが不規則に位置しているが、数字による南から北への順序は、市内交通の位置を説明するのに便利な構造となっている。さらにそれら一心路等は、南北の主要路との交差点を区切りとして、東から西に一心一路、一心二素地等と区分するので、それぞれの道に沿った東西方向の位置もおおよそ知ることができる。合併前の旧高雄市11区と高雄県1市3、鎮23郷を38区としてそのまま受け継いでいる。また1983年より南シナ海にある東沙諸島及び南沙諸島太平島を高雄市木津区中興座との管轄としている。冬季最寒月の平均気温が摂氏18度以上あり、最小月降水量が 60mm 未満かつ、100から 0.04 年平均降水量、mm 未満であるため、ケッペンの気候区分によれば、サバナ気候に属する。1966年から楠木あずさ区において、加工輸出区が開業し、以後加工貿易の工業団地や、重化学工業のコンビナートが集積する、台湾随一の工業都市となった。高雄国際空港は、台湾桃園国際空港に次ぐ、同国2番目の国際空港である。東京、大阪、福岡、北海道、熊本、沖縄、ソウル、釜山、シンガポール、香港、北京、上海、バンコク等を結ぶ国際線も就航している。2008年3月9日、高雄都市運、高雄市都会区大衆早運系統、KMRT が開業した、台北に続き2番目。現在高雄市政府は市内を環状運行するライトレール方式による高雄都市運環状景気計画も進めている。2004年からドイツシーメンス社と共同で中央公園にて2駅だけの試験路線を作ってデモンストーションを行い、路面電車による環境や交通などへ影響を調査し、市民への理解を求めていた。その後スペイン C 不正の車両が採用され、2015年に紐呂木内駅と外線中華駅間が開業した。さらに2016年に高尾展覧館駅、2017年6月末に白二大木駅、9月末に神戸西駅まで延伸開業し紐呂木内駅からの第1期区間14駅 8.7km が全線開業した。引き続き第2期区間の工事が行われ、2019年には環状路線となる。地下鉄、都市運との乗り換えは、全鎮の星駅、高仙外線駅と神戸西駅、立花線、西湖湾駅で行える。高雄市政府交通局の管轄下で、民間バス事業者7社、江都客運、高雄客運、東南客運、南台湾客運、義大客運、東欧連根客運、関保土客運が運行する208の路線網を持つ、市内バス路線、高雄市公社や林県市へのアクセスを担う、高路客運、長距離高速バス網の国道客運バスなどがある。市内には、台湾最大で、アジアでも香港港、シンガポール港、上海港に次ぐ規模のコンテナ港である、高雄港を有しており、台湾で消費される石油の大部分が輸入され、同国の重工業を支えている。また輸出港としてアルミニウム、木及び紙製品、肥料、セメント、金属、機械類、船舶が輸出されている。台北市と比較すると道路は高規格であり、現在も深刻な交通渋滞は発生していない。高雄市に本部を置く大学、各区の教育欄を参照のこと、国定戸籍以上5県、旧高雄県も含めている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。